出来損ないの子供が生まれて災難一生車椅子なんでしょどこに行くにも車送迎とか、どんだけ親に迷惑かける子供だよなんてこと言うの子供たちが同級生なのに、そんなこと言うなんて信じられない毎回さ、車出して玄関に横付けするじゃんうちの目の前の道路に車が止まるとかマジ迷惑なんだよね。いい加減、やめてくれない車を止めている場所はうちの私有地よ知るかよ。邪魔、まあ、どけろ どけません。自分の土地に車止めているだけなんで。あっそう。私は何が何でも子供を守りますから。へえ、私に名前聞いたことを後悔させてやるわ。私昔はレディースにいてそこそこ言わせてたんだよ。ヤンママ怒らせたらどうなるか見せてやるわ。 新しいお隣さんが越してきたって話だったけど、その後ど草原の車が邪魔だと言われてて、邪魔だからどかせと。子供の障害も災難だと馬鹿にされて。はぁ、あ、そんな言い方されたのこの次何かあったら私に言って。支えが必要な子供を粗末にする奴らは絶対に許さないから。たまたまスーパーの買い物中に知り合った仲なのに、申し訳なくて。実はね、私、子供を亡くしてるのよ。え 私の子供は難病を抱えててね。3歳になってから余命宣告を出されたの。寿命が来るまでにも、生命維持に、大金がかかることで、夫には離婚されたわ。そんな。だからスーパーでゆりちゃんたちに出会った時、なんか運命みたいなものを感じたの。私は子供を助けることができなかったから。だから、私ができることは何でもするから。勝手におせっしてるだけだから、これからもどんどん頼って。とさん、ありがとうございます。私、子供のことは絶対に許さないから。 マリアさん、あなたの仕業じゃね。勝手にうちの前に違法駐車する迷惑女が邪魔だからバットで車ボコボコにしてやったわよ。うわぁ、大変なことしたね。え正当防衛だけど正当防衛どこがあたしらが先に被害受けてたの。その被害から逃れるために、元凶を破壊したの。これ、正当防衛でしょはぁ、あ。 とにかく、謝る気は全くないってこと当たり前だろああ、すっきりした。これでもう車の圧迫に悩まされなくて済むわ。これに懲りたら車はやめて、ずっと車椅子を押して出かけろ。分かったかあんたも懲りないね。車の次は、車椅子の迷惑注射え、まさか。またそうやって嫌がらせするから、車椅子も壊してやったわ。 嘘でしょ庭でプール遊びをするために玄関横に立てかけた車椅子を壊したの障害者の匂いがして、視覚的に迷惑なんだよ。だからまた、ボッコボコにしてやったわ。私ご近所さんから感謝もんだわ。はぁ、あ、昨日に続いて今日もって、もうどうなっても知らないからね。へいへい、どうなるか楽しみだよ。どうせ何もできっこないだろうけど。強がってんじゃないよ。受けるわ。 ねえ、どうしたらいいのよ助けてよこんなことになるなんて思ってなかったのよえお昼ごはん、うちの子、姿見えないから、どうしたのかと思って探したら、うちの庭に倒れてて、血だらけで。え、どうしてあ、私があんたんとこの車椅子壊した時、あの子が邪魔したんだよ友達の車椅子を壊すなって言うから、生意気だって突き飛ばして、あとは無我夢中で車椅子を壊したの。で、 でも、その時壊した部品が子供の頭に飛んでったらしくって。そんな、ま、まさか、うちの庭に飛んでいくとか思わないから。私、全然気づかなくて、ずっと放置状態だったの。今、今、病院の緊急治療室にいる。ねど、ど、どうしようどうしたらいいのた、助けて。助けろ悪いけど、何もできないわ。私たち、壊れた車椅子の修理に来てるから家にもいないし。それに、そんなのは完全にマリアさんのせいじゃない。自業自得。そ、そ、 な他人事みたいに言わないでよ他人事だもん。こ、子供が危ないんだよそれでも何とも思わないのかよ親に迷惑かける子供は災難だって、自分で言わなかった親に迷惑をかける子供なんて生きてる価値もないんでしょそ、それは、そもそも、車椅子なんて置いておくのが悪いんだろあれさえなければ、うちの子があんな目に遭うことなんてなかったのに、お前の車椅子で怪我したんだよ責任とって助けるべきだって思わないのかよいや、全然。 ふざけやがって。こっちが困って助けを求めてるのに無視するなんて人間じゃない鬼だ悪魔だこうなったら、一車料1000万よこせ子供に万が一のことがあったら、一車料1億だ何が一車料話にならないわ。払え絶対に払え払わないなら訴えてやるどうぞお好きにしてください。こっちはもう被害届の手続きも終わったんで。被害届壊された車と、車椅子のね。だって、どっちも私のものじゃないから。 あんたのものももじゃないどっちも借り物だ,からだったら誰に借りたんだよその相手を連れてきなあんたと貸主の連帯責任だ金払え私がゆりちゃんに車と車椅子を貸した人間だけど あんたかよあんたの貸した車椅子のせいで、うちの子供が怪我したんだよ今は集中治療室で中退なんだよなのに被害届けだとふざけんな今すぐうちの子供助けろよそれができないなら、子供怪我させた詫びに金払え旦那、泣いて謝罪してるけど大丈夫え私はあんたの旦那が勤めてるパチンコ店のオーナーなんだけど。<laughs> あな、あな、あなたがう,うちの人の会社のそう、社長だけどその社長さんが。 あの女に車と車椅子を貸したのですかそうど。ど、ど、どどどうしてこんな障害持ちの母子家庭にそんな、車と車椅子をゆりちゃんに貸した理由 病気の子供を持つシングルマザーがどれだけ大変か知ってるからだよ。子供を失うかもしれない不安もね。子供を失ってしまった悲しみも。あんたはそれを知ってるんじゃなかったのっ旦那から聞いてたよ。あんたが最初の子供を自分の喧嘩が原因で失ったこともね。邪魔なヤンキーに因縁つけた恨みを買って、お腹にいた子供。流しちまっただろう。自分にとって邪魔だって理由で犯した罪は、また子供の命を奪うところだったんだ。 しかも人の子供にも大きな負担をかけて、自分が何をしたのか分かってるのかご、ごめんなさい。わ、私が悪かったです。最初の子供のこと忘れるつもりなんてなかったのに、いつの間にか忘れてて、本当に忘れてたならどうしようもない女だね。こんなんじゃ流れた子供も浮かばれないよ。ご ごごごめんなさい。あんたの子供が怪我することになったのは天罰だと思うよ。子供にはかわいそうだけどね。母親がろくでなしなんだ。仕方ないだろ。そ、そんな。人の子供を追い込んだ罰に自分の子供を追い込まれたんだ。天罰以外の何者でもないだろう。ど、どうしたらいいのどうしたら子供は助けてもらえるのそんなこと私たちに聞いても仕方ないでしょ。ゆけつ 血が必要なんです。この後少し容体が落ち着いたら手術するって話で。輸血が必要なんだけど、うちの子は AB 型で、うちの子とゆりさんって確か同じ AB 型です。ゆりさんに血してくれるよう頼んでください。あんたも子供と同じ血液型だって、旦那が言ってるけど。そうですけど、私は無理なんです。どうしてだ,だって、血を抜くとか。 怖いじゃないですか。はあ自分の子供が渋滞で輸血が必要な状況なのに自分の血は提供しないって。そんで、ゆりさんの血を分けてもらおうって。どこまで根性が腐ってんのよ。だ、だ、だ,だって。旦那さんもさすがに呆れてるわ。そ、そ、そんな。あの、ゆりさんいる何子供はなんとか助かったわ。あ、そう。 ゆリさん、病院に来てくれて、輸血してくれたんだってね。ありがとう。なんとか一命を取り留めたって。一応、誠さんから聞いてるから、別に報告とかいらないんだけど。それで何のよ私のこと、許してくれないは 子供は助かったんだけどさ、私がピンチで、あ、ほら、社長の車とかの件旦那がめっちゃ怒ってて、子供怪我したのも私のせいになってて、離婚するとか言われてるの。そこで、ヒリさんにフォローをお願いしたいなって、離婚したら私、仕事しないとだから面倒なのよ。ふざけるな。えこのご入んで、私にあんたの保身のフォローをしろって。あんた本当に人の命を何だと思ってるの自分のことしか考えてないクズ女が、ちょ、 ちょっと、何を、そこまで言うなんて、ここまで言わせるようなことをしてるのはあんたでしょうがせめて自分の子供のことは必死になると思ったのに、最終的に子供より自分を選ぶような最低な人間だったじゃない輸血の話にはもう、心底呆れたわ。あんたみたいな人間とこれ以上関わりたくないって思ったわよそ、そんなこと言わないでこのまま離婚とかになったら、うちの子、片親になるんだよ弱ってる子供に生きる価値なしなんて思ってるような母親なら、いない方がマシなんだよ ふざけるなその後事の全てを知ってブチギレたご主人に離婚されたマリアさん車と車椅子の弁償は全てマリアさんへの請求となり一気に底辺人生へ転落今はボロアパートに住みながらパートをつないで借金返済生活をしているそうです 時々子供に会いに来るそうですが、目的がお金だということがバレバレなので追い返しているみたいです。ドキ女がいなくなったことで、やっと平穏な日々を過ごせるようになりました。シングルマザーが障害を持つ子供を育てるのは大変ですが、誠さんの支えもあり、なんとか暮らせています。これからも子供が穏やかに暮らせる環境づくりのため、必死に頑張っていこうと思います。